焼肉です。ぽいかもやいかだったら得意じゃない。得っぽいよね。守ってくれるし。そうそうそう。あれ捕まった。出てきた。何があった。何や。あなたね。何があった。はい、というわけでね、あの撮影が終わったんですけど、まだまだ喋り足りないということで、続編、ランチ食べながら、まだ喋ろう、の回ですね。パフパフパフ。こんな人は嫌だ、やったな。楽しい。めっちゃ面白かったよね。やばい、めちゃくちゃ盛り上がったよね。ただの悪口。ただの悪口、間違いない。でもね、やっぱ今、作業ここまで行って、クロスですとか言ったよね。普通の前に行ってやるもん。そう、お腹すいた。朝のやつでしょ。そう、食べてないの。でも理解でここね決まってるんだよね。前回食べてめちゃくちゃ美味しかったのがあってさ、サーモン。ハンバーグ食べてなかった？食べたかも。今日はね、このサーモンにする。アトランティックサーモンをイエッサオーブンで美味しかった。北海道の熟成ポテトを添えました。フルポテトの自然の甘みも。ポテトで読むじゃん。ここご飯が美味しいです。ここめっちゃご飯美味しいからね。ここさ、卵かけ朝食。そう。安い。安い。めっちゃ安い。ワンコインぐらいじゃない確か。うん。理科といえば卵かけご飯の大好き。ね。会員登録で全員にカジノマーカーをプレゼント。詳しくは概要欄をチェック。つまらない人だ。つまらない人つまらなそうな人も嫌だわ。確かにつまらなそうで面白かったらまだいいけどね。ギャップあるよね。うん。下げからのあれ。そうね。つまらない人嫌だな。嫌だよな。つまらない人結構嫌。なんかさ、覚えてない高校の時とかにさ、うん、面白い人が好きとか言ってた記憶あるもん。今も言ってるからそれ。現在も言ってるからね。現在変わってないよ、ね。結構大事。え、どうする？適当な人にする？あ、適当な人はさ、ね、それもまたいい加減、ええ加減。まあ、それ適当。まあ、いいんじゃない？手伝わない人とか。それは不親切だよな、ただの。道徳心ってものじゃないのか。そうだね。確かに。で、と突拍子もない人。突然よくわかんないことを始めるみたいな。まず突拍子ないのよ。え、面白くない？もういいか。それは面白いと思う。それはいいか。うん。じゃあなんだろう。と、尖ってる人。尖ってる。どう？中二病ってこと。尖ってるんだ。嫌いじゃないんだよな、尖ってる人。でもね、若い時の抹茶も飛ばしたからね。いつの時代の人ですか？それさ。誰知らないだろってね、その時代の。50代ぐらいの人が言う発言なんだよ。それなんだよね。と、とんでもない人。とんでもない。何が？とんでもなく、なんとかな人。そうだね。とんでもなく。いや、でもそれはなんか、ずるっぽい。ずるよね。ずるいだね。あの、全部大付けちゃう人もいない。しりとりで。あ確かに確かに。そうだね。じゃ次、ここがさ、たな。え、と、と終わった？とは結局何だったっけ？いや、何？結論出ず。トイレ長い人。させたれや。させたれやな。こっちが心狭いわな。それはね。それはさせたれや。と、泊まりばっかの人。泊まりばっか？どこに？帰ってこいや、それは。それは嫌だな。泊まりばっかなの。もう360日ぐらい。職業柄かな。いや、そうだね。ゴルファーもそっちの部類だからな。まあ、車中泊なわけないだろうからな。それはすごいな。泊まりばっか。まあでもそれしょうがないから。もう許してあげよう。そうだね、許そう。やっぱ、どこまで許せるか問題みたいな。そうだよね。次行こう。わかった。え、何？いいよ。いや、でもこれは多分共感みたいと思う。トリスが好きな人。トリスって、あ、ハイボール？うん。え、なんか、トリスも美味しいんだけど、普通にそこ格で良くないみたいな。そうなんだ。なんか変なこだわりがあるってこと？なのかなみたいな。思っちゃう。どんだけ吉高由里子好きなんだろうって思っちゃう。へぇこれは多分通じないと思う。とりあえずビールの人。結構いるけど。結構いるから。私は好きだけど。だよね。全然いいと思う。全然いいと思う。わかるもん。あんま飲まないけど、ビール。まあいいか。次行こう。次行きたがるじゃん。いやもう、今、かさったなんだ、まだ半分だから。いや、もうやらばだから。焦ってる。焦ってる。焦ってるね。とだけで10分ぐらい話せるけど。え、マジで？とめっちゃあるじゃん。うん、え、そう、話が終わんないで進んでも平気な人、うん、こう、ちぐはぐちぐはぐこう進んでいく感じ。めっちゃ話飛ぶって言われる。ね、それでさっきの話したって戻るじゃん、一回。あ、確かに確かに確かに。じゃあ、で、それで言うと、話が終わってから進みたい人ね。どちらかというと。あ、なるほど。じゃあ終わらせよう、とことん。怖い。いや、怖いな。別に、どっちでもいい。なんか、大人数でいたら、その、
流れ、まあね、流れをずっと見てるぐらいが好き。そうだね。その話は参加しなくていい。話によると結構回すじゃん。確かに。ね、回す系だよね。そうだね。吐き出す。吐き出す。いや、私はなんか安心してずっとぼーっとしてるけど。いやいやいや。よろしく、みたいな。助かります、みたいな。それはなんかそう、でもやりやすい。あ、そうなの？なんか面白い。話しやすい。とね。うん、と。まあ、とはいいんじゃない？それで。結構出たもんね。うん。なあ、行こうぜ。なね、うん。なんとなく生きてる人。ああ、ちょっと嫌だ。ちょっと嫌だよ、ね。ちょっと嫌だ。なんかあるだろう、みたいな。でも、多いけどね、そういう人。まあね。でも、わかるよ、そのなんか、別にやりたいことも。うん。だし、わかるし、まだ若い人とか、うん、そう別にね。うん。わかるよ。なんか、ちょっと好きなものとかあるだろう。趣味とかね。そう。仕事はいいけどね。他あったらいいよね。ね。2か。2と。私や。まあ、ニートにもいろいろあるかな。そうだね。最近さ、個人事業主っていう便利な言葉できちゃったじゃん。確かにね。ニートでもなくなっちゃった。そうだね。じゃあやめよう、ニップレスしてる人。嫌なんだ。いや、全然嫌でないけど。それは嫌じゃないな。人間不信すぎる人。嫌だ。嫌じゃない。もう超疑ってかかってくるから。嫌じゃん。疑り深い。何やったんかな、この人みたいな。過去にね。過去にね。何か闇を感じるみたいな、ね。そうそうそう。全身の嫌だわ。嫌だね。それだな。ぬぐりじゃね。ぬって何？脱ぎたがりな人。ちょっと嫌だわ。酔っ払うと。脱ぎたがりな人。あ、いるいるいる。すぐ脱いじゃん。そうそう。でもどうする？普段めっちゃいいの。普段めっちゃいいんだけど、脱ぎたがりな人。いるよ。どう？いるいるいる。嫌だ。え、なんかね、脱ぎたくなっちゃうらしいよ。どうなんだろうね。聞いたら。マジわかんない、その心理が。もう解放されたいらしい。ああ、そういうことか。普段我慢してんだね。そうらしいよ。あとちょっと見てほしいな。そっち？ちょっとやだ。どの理由にしろ嫌だよね。そうだね。やだ。脱ぎたがり。脱ぎたがり。嫌だわ。嫌だよね。ぬはそれだな。ぬだね。ね。ね。寝っぱなしの人。お前どんだけ寝んのみたいな。寝っぱなしなんだ。もうなんか10時間ぐらいはだったらまだ許せる。ギリね。疲れてんだなーで済むよね。12までも許せるよ。うん。14いっちゃうんだ。14はダメだよ。14いっちゃうときついね。お前寝て過ごすつもりかみたいな。確かに。14ってだってさ、12時に寝て2時になっちゃうわけでしょ？そうだよ。お前夢の中に何かあったんか。心配だね。なんか置いてきたんかみたいな。確かに寝っぱなしは嫌だ。寝すぎて頭痛いっていう人。いや、そりゃそう。それはお前のせい。そりゃそう。バファリンの目やって。違う。寝すぎて頭痛いってなんかさ、友達とかさ、うん、結構 LINE 来たりしない？それで来ない。そんな友達いないんだけど。どういう友達なのこれ。そっちがね。どっちがごめん、どっちが普通今。どっちが普通だった今。確かに。あれ、一番反応困るんだよね。確かに。大丈夫しかないもんね、正解が。うん、でもさ、大丈夫もさ、言いたくないわけ。大丈夫って思ってないもん。確かに。ゆっくり寝て、みたいな。いや、なんか、寝すぎて頭痛いって言われたらさ、まあ、そりゃそうだよなってなるじゃん。うん、なる。大丈夫ではないよね。なんかマジか、みたいな。寝すぎると頭痛いよねって返す。あ、そのまま。そのままね。そのまま。そうだよねって。うん。確かに。オウム返しっていう技。オウム返しね。うん、技。それ正解かも。ね。そしたらさ、寝すぎて頭痛いってなんで送ったんだろうって思うんだよ。そっか。一回反省させたいわけだ。そう。俺すっげえつまんないこと言った今、みたいな。ウケるって思わせたい。確かにね。反省させたい。のね。野原ひろし。ひろしってどの性格だったっけ？え、めっちゃいい男だよ。じゃあやめて。じゃあやめて。まあ、国民的だもんね。そうだよ。2歳のこと愛してるしね。国民的父だもんね。そうだね。国民的夫か。あれがなんか世の中の理想像。夫像でしょ。じゃあダメ。伸び伸びた。ねえ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 。伸びたってどんな人だっけ？のび太は頭悪くて優柔不断で頼りなくてドラえもんに助けてもらってばっかり、うん、そうだよね。すぐドラえもんって言うもんね。頼りないんだよね。のび太だな。そっちも嫌だかも。いいか。のび太は努力しないからね。それ嫌だ。じゃあのび太みたいな人。のび太みたいな人嫌だ。出来すぎくんがいいよね、あの中で言うと、うん、のび太嫌だわ。そうだね。歯か。ハミルトンが好きな人。ハミルトンって何？え、ブランドじゃない。あ、ブランドか。歯磨かない人。やだーやだそれだーこれじゃん。イエーイ。絶対は磨けよ。磨けよな。なんでって。せめて1日1回は磨け。間違いない。歯槽膿漏になるよ。なるよ。今だけだから、物、仮面の。
は大事です。歯は大事。ひ、ひ、卑屈な人。あ、嫌だ。卑屈な人嫌だ。卑屈な人嫌だよね。嫌だ。絶対嫌だ。めんどくさいもん。ね。うん、最近よく考えててさ、うん、謙虚すぎるってことは卑屈ってことだよなって思って。お、というと？お、詳しくお聞かせください。え、なんか謙虚な心って大事じゃん。日本人特に好きじゃん。いや、そんなことないですよ。おうおう、私なんてそんな、うん、みたいな。美学みたいなね、うん。それの行き過ぎが卑屈なの。私なんてそんな大したことない人間だし、みたいな。ああ。それってじゃあ、本当に思って言っちゃってるわけだ。もう、いやいや、そんな、もう私なんか、みたいな。そうそうそう。下げすんでね、自分もね。んで。なるほど。あれは良くないなと思って。それ良くないかも。自虐みたいなね。自分が調子悪いときそうなりがちだから、うん、いや、私なんて、みたいな。ゴルフとか。うん。どうせ下手だし。私なんかこのバンカーなんてどうせ私ももう一回打たなきゃいけないんでしょ、うん、みたいな。なるほどね。それよくないな。確かに卑屈やだ ね。いいイメージを持ってショットに取り込まないといけないなと。本当だね。ふ不節制不節制な人ね。不潔な人。あ、やだ。ふは無限に出てくるよ。めっちゃだってふだもん、漢字がもうふだもん。ダメそうでしょ、だってふよ。不機嫌な人とかね。あ、やだ。いいね。不良。あ、昔はちょっといいと思ったりしたけどね。あ、まあちょっとね、茨城だとね、とっぽい子がね、とっぽいかもやいかだったらとっぽいじゃない。とっぽいだね。守ってくれるしね。そうそうそう。不良っぽい、とっぽい兄ちゃんみたいな。不良っぽい、かっこいい。なんかいい意味で使ってたよね、昔ね、うん、いい意味だった。なんかイケてるみたいな、うん、とっぽいともやい。もやい。え、これも方言です。もやいも方言だと思う。マジでもやいな。芋っぽい、なんか芋臭いみたいな感じ。なんか垢抜けてない感じ、うんうんうん、ちょっと若干暗いみたいな。そうそうそう、なんかね、なんかそんな感じだ。オタクっぽいみたいな。うんうん。あ、そうそうそう。へ。へ？ヘロイン吸ってる人。嫌だね。嫌だというか犯罪。あ、ヘロインってそっち、あれ、麻薬？麻薬。麻薬か。ヘロインは吸うのか、刺すのか。あ、そうなんだ。シンナーみたいなやつじゃなくて。わかんない、やったことないから。そりゃそうだ。それはそう。ただもうピーピー。変態な人。あー、変態か。時にいいか。時にはいいんじゃないか。屁理屈。あー、やだ。偏屈もやだ。偏屈もやだね。いやー、鮭大好き。わかる、鮭大好き。すごいいい匂いする。ニンニクです。ニンニクですね。ニンニクです。焼き肉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 です。これやる。やりたい。 TikTok いただきます。いただきます。ほほ、本音言わない人。あー、それ付き合いづらいよね。付き合いづらい。言ってくれればいいのにね。ね、別にさ、うん、浅かったらいいよ、関係値が。そうだね。近くなったらすごい付き合いづらいかも。うん、なんでそこまで組まなきゃいけないのって思う。そうそうそう。それをさ、うん、そう見せなかったらいいよ。そうだね。けど明らかに、うん、この人本音じゃないなってバレちゃったらダメ、うん、そうだね。確かにな。美味しい。美味しいでしょ。うん、もう味が美味しくない。味が美味しい。赤さたな、は、ま、ま、ま、枕変わると寝れない人。神経質だね。私です。結構寝れない。マジで、うん、てか高いのは嫌だけど、うん、基本的には寝れるかも。私あの低反発枕超苦手。あー、昔流行ったよね。 あと羽枕。羽枕ってふかふかすぎるやつ。うん、うん、寝違える。あー、うん、羽のがいいかも。硬くて高いのが嫌だ。でも私硬い枕好きだな。硬くて低いやつ。硬くて低いの好き。うん、うん、いいよね。か、柔らかいやつ。今自分枕使ってるけどさ、うん、なんかもうちょっといい枕あったらと思って探してる。なかなかないよね。この間水瀬さんに教えてもらった枕いいなって思って狙ってる、うん、なんてやつ。なんかね、整体師さんが考えた枕みたいな、うんうん、マウントじゃない。なあ、やだ、それだわね、うん、話題の。やだやだやだ。み、み、未練がましい人。あ、いつまでもね。さっきの前進もうよ。いつまでも言ってくんの。うん、同じ人じゃない。そうだね、あの人でしょ、うん、架空のなのに。ぜひサナのやつ見てねって感じ。登場回数多いな今日ね。いつまでも、いつまでも言ってんのよ。無理ばっか言ってくる人。いや無理なの、ごめん、無理だって。いやでもできるでしょ。いや無理、人の話聞け。そう、いやもう、いやでももうちょっと頑張って。いや無理だって。なんで逆にいけると思ったみたいな。無理だって言ってくる。え、また、え、これで無理って言ったじゃん。また無理ばっかり言って。や
だわ、そんな人。現実に存在するか、そんな人、ね。なかなか、もうそういう人とはさ、うん、多分1回で終わってるよね。あ、まあそうだね。もういいわ、みたいな。ね。こっちが無理だわ、ってなる。なのに毎回無理言われてるってどういう存在なんで引き続きまた関係を。でも鈍感な人っているから、確かにね、うん、嫌がってるの分かんない、気をつけよう、うん、気をつけよう、うん、ね、ね、目ざとい人、あー嫌だね、めんどくさい人、あーめんどくさい人の方が嫌だな、うん、めんどくさい人ってさ、うん、理科の中ではどんな感じ、こいつめんどくさいって思う人、そうそう、結構デリカシーなくて、うん、息づけと質問してきたりする人、うん、はちょっとうわめんどくさいなって思う、なパーソナルスペース取ってくれない、そう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 、うん、とかすごいめんどくさいと思う、うん、そちらは初対面で家の場所聞いてくる人とか、割と大きい範囲に行ったのに、え、それのどこみたいな、うんうんうん、家の一番近くのコンビニまで調べてくるんじゃないかぐらい、結構絞ってくるぐらいの人、あ、それってさ、あのドンキの曲がり角をさ、そうそうそう、え、近いんですか、え、近くないんだみたいな、うん、近いならまだなんか、え、めっちゃ近いですねってなるのに、確かに、行ってどうするみたいな、ね、そう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 、そう純粋に怖いよね、そうで、しかもさ、そういう人ってさ、うん、それ教えたらさ、うん、なんか結局自分がいないところでさ、え、あの子さ、何々辺に住んでるらしいよみたいな風に軽く言っちゃうわけ、いい、そう、確かに、いい、それ嫌だね、やめた方がいいよって思う、なんかね、うん、なんかあるならいいけどね、そこに、そうだね、あそこら辺のさ、何々のパン屋さんが美味しいんだよとか、そう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 、そういう話だったらいいけど、そうそう、なんでその家だけ知りたいみたいな、めんどくさいね、めんどくさい、それはめんどくさい、で結果何だったみたいな、ただの自己満じゃんみたいな、ね、君の自己満のおかげで私は今不快になりましたって気持ちになるもうすぐって言って、もうすぐじゃない人、もうすぐ着くから30分経っちゃう人ね、うん、そう、いや結構いるから、すごい嫌だあんま怒んないんだけど、うん、すごい嫌だなって思うとこの一つが時間かも、時間はね守ってほしいよね、うん、逆にさ、なんかさ、早めの時間言って遅れた方がリスキーなのにね、確かにね、うん、なんかこの間、うん、ご飯行こうって約束で、うん、ここに何時に迎えに行くって言われて、うんうん、なんか分かったと、そこで待ってたの、はいはい、10分遅れるって、うん、渋滞で、うん、あ、それはしょうがないからさ、うんうんうん、分かったみたいな、だからさ、ちゃんと30分遅れてきて、うん、おーすごいじゃんと思って、うん、まあいいんだけど、でそれと現地にさ行って待ってた方がまだいいみたいな、切ない、そうなんだよね、うん、私もそうしたのにさ、うん、まあでも運転中だからね、あんまり携帯いじれないしさ、うんうんうん、しょうがないなって、確かに確かに、全然それはいいんだけど、お店にさ連絡してって言われて、うん、遅れるからね、はい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 、でどんぐらい遅れると思うみたいな、うん、聞いたら10分ぐらいって言うわけ、うん、絶対10分じゃない、うん、もうすでにだって、いやでも私ちょっとそこ土地勘なかったから、10分かと思って10分遅れますって言ったんだけど、うん、結果やっぱ30分遅れてた、うん、だから、うん、あ、これが普通なんだなって思った、だから確かにそのギリギリなんだね、あ、そう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 、だからなんかさ、それに対して怒りはなかったし、うん、なるほどって思ったから、うん、今後その人とご飯行くってなったら、そういうタイムスケジュールみたいなね、うん、自分の中で多分そうするんだけど、うん、なんかそういうのって個人差あるんだな、あると思う、それめっちゃあると思う、ね、例えばさ、じゃあ19時からご飯人と予約してましたと、うん、何時に着く、店によるかな、うん、なんかでもまあ5分前ぐらいかな、うん、まあそうだよね、もう何もなかったら5分前ぐらい目安で行きたい、うん、前後に何もないとして、自分が一緒だな、相手がめっちゃ先輩とかって別だよ、あ、なんか確かにね、うん、普通だったらまあそんくらい、うん、結構早めに着いちゃう、早いね、早そう、タバコ吸ってと か、 なんかゆっくりして待つ方が好き、うんうん、待ってる方が好き、待ってるより絶対それ、あ、そうだよね、確かに、でもさ、あれじゃん、回転制の店とかだったらさ、あ、ぴったりだから早めに行ってもね、うん、意味ないから、それはそんな5分前とか、そうそう、うん、やヤクザ嫌だ言う優柔不断すぎる人、やだ許してくれない人やだいつまでも何て言ってんの、また出てきた、何て言ってんの、無理だって言ってんのねだって言ってんのに、そんなんでもね、まだまだやってくんないの、一回謝ったじゃん、一回謝ったじゃんえ、な、え、いや、もうまだって言ってるのにずっと言ってくる人が、確かに確かにそうだね、
嫌だっつってんのに。嫌だっつってんのね。嫌だも結構勇気いるのにね。ね。何回も言わせるんだって。なんだよ。でも許してくんないんだから。言うしかないよね。許してくんないんだから。許してよ。許してよ。もう許せともう言わんでもいいから、もうそれはもう置いといてくれ。置いといて。もう置いといてくれ。本当。無理だから。面白すぎる。面白すぎる。フリっつってんのに。もうさ、壮大なフラグ回収。あ、夜中に酔っ払って電話してくる人。すっごい嫌だね、それ。あってさ、この間。え、そ、恋あんの？恋があんなら別にいいんだけど、か。よく思い出さないと誰みたいなくらいのレベルの。それは嫌だ。え、結構嫌じゃない？めっちゃ嫌だ。てか、起こされるの不快だし。不快だよね、うん。で、たまたま私はお休みモード忘れててさ。うわ、それ最悪だね。うん。いつも思うんだけど、うん、留守番電話を入れるなり、まあ、LINE 電話だったから無理だけど、あ、その場合さ、うん、したらさ、LINE でさ、何々の用で電話したって入れとけよって話じゃない？わ、うんうん、かる。なんか、それじゃなかったら、かけ直してこないってことは大した用じゃないんだなって思っちゃう。うん、思っちゃうね。うん、なんか、仕方したんだよ。うん、そしたら、また深夜に電話かかってきたから、うん、普通にまた仕方しようと思ったんだけど、うん、朝、うん、昨日電話ごめんねって来たから、常識として夜中に急に電話をかけるのは良くないと思うみたいな、うん、返して、うん、そしたらさ、土星論すぎたのかな、うん、すみませんでしたって言われた、うん、無理しかないよね。そうだよ、無理しかない言うことは、ね、でちょっと気まずくなった、うん、まあいいけど、でも二度と電話かかってこなくなった。それはかけなそう、うん、どんなに酔っ払ってもそこはなんかそうだよね、なんか思い出しそうって言うよ。なんだよ、ラップ嫌いな人。やだ、ラップ好き。離婚だってすぐ言う人。すぐ言うの。極端だな。許してくれないし、嫌なことずっと言うし、離婚だってすぐ言う。同じ人。あれつかまた。出てきた。また出てきた。しつこいのよ。まだ言ってんの。こんなことあるごとにもう間に受けなくなってくるね。そうすると中学生じゃないんだから。確かに、まあ、別れる、うん、もう別れる。どうせまた戻ろうって言ってくるみたいな責任がないよ、うん、ね、うん、言葉に、ね、より戻そうみたいな言い方してくる人もより戻すって何？一回付き合ったってダメだったらさ、確かに、ね、その先に何を求めるの？ね、一回頭冷やして冷静になったから改善点が見えて今度こそできるって思ったの？本当にできますか？あ、そっちなんかな。やっぱ離れてみたら寂しくてってことじゃないの？じゃあ誰でもいいじゃん。その人の失って気づく大切さみたいな。じゃあ最初から失うのよな。確かにな。簡単に手放すなっていうね。うん、何があったの？何あなたね。何があった？ここで木村さなの回収来るかなと思ったんですけど。リカって言うかなと思った。ルな。実際いた人いたわ。何？ルロニケンシン見てないって人生損してるよって言った人。嫌だった。嫌だね。お前のそれは勝手だろうって思った。確かにそれは人による、うん、それいいアニメかもしれないけどね。見てないな。それで言うと、うん、こっから見て、うん、見れるっていう、まだ楽しみがね。そう、レ、あ、冷蔵庫を頻繁に開ける人。電気代食うね。さっき開けて何もなかったじゃんって。何が欲しくて開けたのって思う、うんうんうん、あと人んちの冷蔵庫を開ける人も嫌。例えばよ、うん、せめておうちチェックコーナーとか行って開けるんだったら、ね、こんなもの食べてるんですか、うんうん、みたいな。それだったら楽しいじゃん、うん、なんで無言で開けるんだよ。確かにって思う。連絡全然返さない人。返そうね。返そうね。もう終わりよ。ロ、なんか眠くなってきた。眠くなってきたね。うん。すごいお腹いっぱい。ね。美味しかった。美味しかった。うん、終わるか。終わろう。大丈夫？どうも。ローコメントで。あ、ローコメントでね。いいじゃん。ローコメントで。ローコメントでお待ちしてます。じゃあまたね。バイバイ。それパンフレっていうの？あ、パンフレっていうのはイヤホンの機能の話で。あ、そうなの？こっちからこっちに聞こえるっていう機能があるじゃん。音楽とか聞いて。あ、そうなの？すごい重点音がこっちで聞こえたけど、こっちでこう。へぇー。なんかパンフレ。へぇー。私さ、芋焼酎好きだからさ、スイートポテト焼酎飲んでるってこと？そうかも。
そう考えるとなんか嫌いになってなんで嫌いになる理由が見つからないよ好きになる理由しかないでしょなんでよなんかちょっとさ、今日もちっちゃくなってる前もっとめっちゃ大きかったのそうなんだ、うん、何の話深いね